おはようございます。うん。うん。今日一人だけ休みの早です。まあ私も保育園やだ。うん。お弁当持ってかないの今日は。持ってくけどね。いつから保育園行くの？何時から行くの？ママと一緒やで8時やね。今日は行くけど。今日は。お弁当やもんなかんちゃん。今週は水曜日おサボりデーやもんな。ママとパパたちとお出かけするんやもんな。今日も頑張っていきます。で、はやは今日何すんの？口開けっぱなし。何すんのって何すんの？あ、ちなみに午前中はゲームダメだからね。今張っとる。何やるの？もちろん勉強するもんな。ゲームを禁止されるとやることが特にない。もうはやと変わってくれよ。ゴロ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 してないで、はい、稲刈り体験の持ち物です、はい、いいですか、はい、準備したら丸くってくんやよ。あった、じゃあやってください。ちょっとこの軍手はないで一緒に買いに行こう。え、軍手あるよ。いや、なるべく滑り止めがしてあるのが良いですって書いてあるで、滑り止めのやつ。とりあえずタオルと長袖。おい、準備してないだろまだ。じゃあタオルあそこにあるけど当日持ってたよ。ここに置いときなさい。順手、水筒は当日持ってていいでしょ。なんだけか。あとは着替えって何がいい？すごい、体操服に決まってるろ。あれ、みんなが行ってしまってもう2時間半が経ちました。2時間半も経って。ずっとゴロ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 してますが大丈夫ですか？じゃあ今度軍手買いに行きましょう。はいよ。お昼ご飯何食べたい？あ、机食べたいんやな。はい、そば食べたい。そば？じゃあ買いに行こうか。イエーイ。イエーイじゃねえわ。イエーイじゃん。はい、ホームセンターはやに来ました。違います、名前。じゃあ軍手探しに行きましょう。はい、マスク。はい、行きます。うん、マスクしっかりしてね。うん、ホームセンターはや。ほら、つぶつぶのついた軍手どれかな。つぶつぶなの、これ滑り止めついてる。それ、そんな高いもん使えへん。滑り止めって書いてあったやろ。ほら、これが滑り止め。これがいっぱい一箱買ってこ。どこにありますか。たけ。たけ。マジか。じゃあ、それ買いましょう。はい、さっきはやさんがね、お店の中でね、700円で使おうとしたんですけど、これ350円でしたね。なんでここまで値段かかんの。350円ぐらいかな、一ケース。UTC カードが挿入されました。はい。じゃあ次行きます。さ、運転中その顔で見つめないでくれるかな。はい、次ドラッグストア来ました。お昼ご飯買いに行きましょう。キモい。キモい。おわー、なんかこんなもん入ってたんですけど。ありがとうございます。すごい本ください。いやです、お願いします。380円です。お願いします。いや、高くなってない？はい。じゃあ次行きます。はい、美味しそうやな。20いる？いらない。丸亀製麺で今度天ぷらだけ買ってきました。今度抱えれるよね。今度こんな感じですね。はい。うまそう。じゃあ今度こそ行きましょう。はい。いいですか。はい、お湯が沸きました。ちっちゃい鍋にうどん2玉入れてください。大きい方にお蕎麦を4玉。まずいと。マジだかん。ねえな、入れるのにさ、もう3分ぐらいかかった。そう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 。うどんつゆです。ママ、あったかいのと冷たいのどっちがいい？あったかいうどんか冷たいそばか。どっちでも大丈夫。あ、出た出た。おお、できるできる。右側に置いてんだ、そのまま。水出して。水出して。麺大丈夫？はい、できました。だから理科の実験やってる科学実験。おばあちゃんはうどん、はやさんはざるそば。はい、ゴレスマを。はい、どうぞ。じゃあお昼ご飯食べましょう。わあ、見ちゃったんだ。30分で YouTube 見とったの。午前中ママ見るなって言ったよね。はい。ねえ。ママ温度カード書いてないけどいいの？知らないよ。やることやってからだよ。何事においても。うわ、それやばい。ふざけんなよ。そうそう。ああ、全員いけた。あ、真ん中通る。まったくでもマジ。なんかそこは。ああ、待って、今回。あ。あ、負けた。負けました。1時間しっかりゲームをやったはや。ママに怒られて、休憩時間15分に突入にしました。その間、携帯電話とか触ったらダメなんだよ。うん、うん、うん。気持ち悪い動き。ゲーム以外やることないのねえ。きっちり15分休んだ後すぐゲームをする配慮ありました。食べたい子。はいはい、今日のおやつは何ですか？肉まんです。はい、肉まんです。冷凍肉まん。ああ、熱っ。はやの一人楽しい時間が終わりそうです。なぜなら、おかえりなさい。これ何？気持ち悪いぐらい濡れてるんですけど。15分で入ってた。本当。はい、ということで、加納さん迎えに行ってきます。うん、いいよ。あ、ちょ、待って、待って、まだ。これ開けなくていいよ。おい。こうやって保育園でこぼしてきたんでしょう。こぼしてないよ。こうやってこぼしてきたんでしょう。違うって。違うか、分かった。はい、じゃあ、ちょっとティッシュ持ってきて拭いてください。はい。ということで、我が家の3人目のギャングも帰ってきました。ギャングうつぼみでいっとな。はい。3人揃いました。こんだけさ、ずーっとさ、スプラトゥーンやってるんで、さぞかし強くなっとるやろね。やめてー、はい、結局、1人であろうが2人であろうがゲームデーには変わりない、はやでした。はい、買いますね、かんちゃんね。テレビは貸してもらえたみたいです、かんさん。はい、来休の夜も8時40分を過ぎました。楽しかったお休みも最終日。さよなら。おい、こら。こら。バイバイ。うん、バイバイ。どうも。これオフショット。ちょっと真面目、普通に座れるかって言いながらリビングでいつもゴロゴロ大名人はなあ、オッケーグーグー。最高気温29度、最低気温22度で曇りですが、後に雨が降るでしょう。おやすみなさい。おやすみなさい。ダメ。アレクサ。ダメ。